ちは。フランス語講師のミワです。フランス文法解説ビデオ第43課のレッスンを始めます。よろしくお願いします。タイトルは43 Je ne connais personne。 パッと見たところ否定文のようですが、ぬ、ぱの形ではありませんね。文末の personne は何を表すでしょうか。はじめに第43課の学習目的を把握しておきましょう。先ほどすでに言いましたが、ぬ、ぱ以外の様々な否定の表現を学ぶ。Félicitations pour ton concours. Je suis contente pour toi. Merci. Je suis vraiment heureux. Maintenant, c'est vrai? Sa famille y habite toujours? Je voudrais avoir des contacts sur place. Ses parents n'y habitent plus, mais son frère fait des études en faculté de droit à Bordeaux. Expression de négation, sauf ne pas. Ne pas.以外の否定表現です。後ろから3語目の祖父という単語はご存知でしたか？これは何々以外、何々を除いてという意味の前置詞です。さて、3行目と4行目にこちらで見ていただく否定表現の基本形が5つ挙げてあります。では一緒に発音しましょう。各自、フランス語、和訳の順に読んでいきます。まずは、もはや、もう、ない、を意味する、ぬ、プリュ。これはすでにご存知の方は多いと思います。確認がてら、以下に例文が2つありますので、見てみましょう。エグゾンプル。Elle ne conduit plus depuis l'accident。彼女はその事故以来、もう運転していません。という意味です。時間の関係を表す前置詞、depuis が入っていますね。覚えていましたか？交通事故をきっかけに、それ以来、車を運転できないという状況が、現在も続いていることを表しています。5番目の否定表現は、誰もないを意味する、ne personne です。どのように使うか、早速以下に例文が2つありますので見てみましょう。エグゾンプル。Il n'y a personne。例えば、主語認証代名詞と動詞、または助動詞。冠詞と名詞。名詞と形容詞。形容詞と副詞。のように、文法的なつながりが密接な2つ以上の単語と